シャーレンスルの上島拓海です。アフラックデーのクイズ、皆さんやってみましたか？僕も満点目指して頑張ります。第1問、カシアレイスルの母体となる日立製作所サッカー部が創部した年は1940年、1950年、1960年。 J リーグ史上初となる J1 昇格初年度立ち、成績23勝25勝。アフラックの生きるためのガンホッケーがオールインかエバープライム、どっちだっけ。オールインか。レースルマスコットのレイクの誕生日は10月30日。アフラックデーなのでお預かりした器具は、利用した人数は、これは期待も込めて3000名以上。結果を見ます。14問、え、15問中ですか。14問正解しました。カシアレイソルに関することやアフラックでアフラックさんに関することをさまざまなクイズがあって、難しい問題もあったんですけど、いろいろ知れた気がしたんで良かったと思います。皆さんもチャレンジしてみてください。